ブーレイ。エメラルド稼ぎにね、やっぱ一旦まあこういう感じの格好にさせていただき、いいですよね、倉庫っぽくて。ほら、はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。とね、初めてではないんだけど、今日はね、ちょっともうかねてから言ってるんだけども、あるものを拡張していきたい。こちらのチャンネルは年末年始の夏がほぼ毎日マイクロ動画をお届けしているチャンネルでございます。以後お見知りおきをお願いいたします。私が中の人、マグニーでございます。拡張をね、していくんだけども、そのためにもいろいろ準備もさせていただきましたよ。じゃあそのあたりも含めまして、お届けしていきたいと思います。それでは、本日もやってまいります。ショータ！今回でアンケート取れるかな？上に、アイマークに探してもらってですね、そこにアンケートあるかもしれないので、お答えをお願いいたします。はい。今日はね、倉庫を拡張していきたい。あんだけ鉄あったのに、もう鉄もほとんどなくなって取引して、あ、そうだ、裏でのお話。まず、こいつにですね、ダメージ増加5と修繕をつけました。で、ダイヤモンドローノに耐久3をつけました。で、こいつに修繕、こいつに修繕ですね。修繕だから1、2、3、3つあります。シャベルの方に耐久つけました。で、修繕は1個あるんだけども、今経験値がないからつけられない状態。この修繕は、斧につけようと思っておりました。では、経験値をいただきに、ハセ参じました。この何かが入った瞬間に取ります。いくよ。おーおー、一気に回復したよ。これ一回取っちゃうと確かなくなると思うんだよな。次取ってみるね。うん、ないよね。じゃあ次ここ、次ここ、おー回復した。じゃあ次ここ、うん、あとはもうどん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 経験値少なくなっていくと思うんで。おー完全回復。そしてはい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 、もう全部取っちゃうわ。おいで、はい、また経験値貯めます。で、修繕をつけに行きましょう。はっはっはっ、来い。さあ回復しました。エメラルド稼ぎにね、やっぱりたくさんの資材が必要になってくるということで、やっぱりトラップタワー作ろうと。じゃあ、トラップタワー作るのにツールが回復してからっていうことで、昨日のあれを作りました。で、その際にやっぱり資材がガン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 今後も増えてくるだろうから、倉庫をね、作っていこうということで、そこにあるのが私の今の現倉庫ですね。もはや倉庫ではないです。もともとこの村にあった家です。ついにですね、私が居住する場所を作っていく、居住というかまあ倉庫ですけれども、村人ゾーンありますね。そこからの拡張をしていこうと思っておりまして、で、考えているのが、まあ、サクッと作っていきたいんですけど、これはもう全部破壊するノリで、まあ、ここが限界だったでしょ。確かスポーンチャンクの限界だったので、ここを壁にしていく形で進めていくとしたら、そうだな、下から見たら同じような感じにしたいので、やっぱ丸石もいるのかこれ。皆さん、それよりね、丸石を取っているタイミングにですね、皆様に名前の発表を、名前の発表って気に入った名前、今日のアンケートに書いてある名前をね、お伝えしていこうと思います。まずは兄弟ネーム、シマちゃん、ラバちゃんの名前、ラバさんの名前、チョコボーはどうですか。これいいねが必ず、いいねが絶対ついていた。で、同じようにチョコボーと、書いてくださった方も他にたくさんいらっしゃいます。今回選抜させていただいたのは皆様から多かった名前です。続きまして、兄弟ネーム、トモ0073、うまい棒の子供の名前はチョコバーがいいな。チョコの色してる、これもね、多かった。茶色いしてる、黄色いしてるとかっていうことでね、チョコバー多かった。続きまして、同じような流れでチョコバットですね。はい。チョコバーもチョコバットも、いわゆるところのおやつ、なので、くくり的にはいいよね。うまい棒とのくくり的にはいい。で、次が、ラバーの名前ですが、大阪ラバーなんだけど、個人的に好きだなと思ってね。結構多かった。ラバーって名前だね。ラバーは、ラバーだからラバーもどうか。恋人同士とかいう意味もあるし、みたいなことで。で、そこに大阪をつけたこの大阪ラバーを選択させていただきました。兄弟ネーム、高、通貴さん。まずい。ね、うまい棒にかけてまずい棒ですね。他にもね、うまいわとかね、いろいろあったんですけども、まずい棒もかなりの、コメント数がございましたんでね。うん、結果作れたよ。あ、そうだ、あとね、ここはもう、砂糖牛やたまりに溜まっているので、こういうのもあったから早めに倉庫作らないんだけど、また現れたか。もうこれ大変だな。こんな感じで伸ばしていくでしょ。1,2,3,4,5,6,7、 うん、ちょうどいいじゃん。うん、ちょうどよくないな。ここが壁になるんだから、1,2,3,4,5,6、 奇数にならないな。かといってスポーンチャンクからはみ出すのも気持ち悪いから、もうしょうがないですね。ここは出入り口になっておりますので、ここ今取っちゃってでも特に問題ないので、ここも全部破壊しますからね。これ全部破壊しますから、これが同じ、まあ、作りになるわけですからね。うん、いいね、いいね、いいね。こういう感じでちょっと
拡張していきますよ。はい、ご覧ください。こういうスペースでございます。ここを全部倉庫にしますから、同じ作りにします。そうするとここ出れちゃうから、まあ一旦これでなんかここはもう取っちゃっていいんだよ。じゃあな、世話になったな、長きに長きにわたり本当に世話になったぞ我が家。はい、ご覧ください。もぬけになりました。ただチェストが無機質に置かれている場所になる、なりました。入り口も作り直しました。これでも下側はほぼできたも当然。ハッチいる？ハッチいる？あ、いたん！床行かせていただきました。ちゃんとした壁になった時非常に邪魔になる可能性、出てきたな、出てきたな。ここはしっかりと村人の方の地区が建築されるタイミングでやっていきたいと思います。一旦まあこういう感じの加工にさせていただきまして、でどういう風にチェストを設置していくかを考えてやっていけばいいと思うんですけど、こういう感じで設置していく。でここは通路として置いておいて、まあ、最大まで積んだとしてこうなるわけでしょ。でここが天井として下付けハーフ、まあ、こういう感じの天井にしていくと。どうなんだろう、倉庫のイメージとして。まあでもね、正直こうやっぱ中見えてる方が、外から見える方が、まあ、美しくはあるわな。ただ物理的に考えて普通倉庫ってそんなに窓ついてないで、悩む、めちゃくちゃ悩む。わかった、ちょうど真ん中にラインが入るかのように、窓ガラスを入れられるかなと。ほんとただそれだけのために、今一個上に上げさせていただきました。小さい窓がいいなと思ったんですよね、イメージ的に。で、板ガラスを、そこに、貼っていけば、うん、チェストとひっつくこともないので。あ、いいんじゃない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 。思いついちゃった俺はまた。テラコッタにするわ。あと、まあまあ、1スタック強を持ってくればいいか。はい、ごらん。あ、うん。おれ、はい。できた、できた。はい、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 はい。ここまで来ましたら、まあ、村人等の境目はきっちりしていかないといけないんだよな。ある程度壁作っていくんだけど、その壁も、村人の方をデザインしていったときに、しっかりと決めていきたいっていうのがあるので、一旦今回はですね、皆さん、フェンスゲートで閉じさせてもらう。半圧板を2枚置いて、開け閉めができるように。はい。村人はもう入れないけど、隣の大きい、でかい、建物があるので、そこに対して、こう、斜めに登っていく屋根でいいんじゃないかなと思います。うん、はい、屋根できたぞー。先方 is best. It's a 進歩。テラコッタの階段がなかったのが今回ちょっと痛かったな。いざいざ。ああ！ワイヤレスだからできる技。やばいやばい。ん？どう？おー、いいね。うん、それらしい倉庫。一番大変なアイテムの移動が残ってるんだけど。おいせ！いい加減にしなさい！はい。どうよ。どうよ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 。まあ、だからどこでもこうやってすぐに、作業台にはアクセスできるようにしておいて、じゃああとはアイテムの移動なんだけども、どうしようかな。入り口があっちからしか入れないっていうのが今オペレーションが悪すぎるんで、仕方ないから、こういう感じにしとこうかな。うん。どうや？あー、疲れた！すげー時間かかる。やっぱ一番大変だったです。残すところこれはトラップタワーに使おうと思っていた、品々です。なのでなんか特別な場所を設けたいなとは思いましたね。一応ざっくりと整理だけさせていただいたような感じ。うん、ここは何も入ってません。本当だから物資自体は少ないですね。すげえ改めて少ないなと思いました。だからまあここにしてこいつを丸ままこう置いて入れちゃうと。できた！あともう1台増やして。これでいいだろう。明るさもこれで取れたと思う。ああ、できた！いやー、
あの屋根裏は、壁ができたらなくなりますから、こっちから見ないでほしいんだよな。こっちから見ないでね、私が見てほしい方角、角度こちらです。こっちだ。ででーん。あ、いいね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 、うん、いいですよね。倉庫っぽくて、ほら、あの作業台がこっちから見るとこんな感じです。はい、でこっちから見るとこんな感じで、一応こう中はワンラインだけガラスを入れて見えるようにしている状況で、こっちから見ると顔に見える、何かしらの顔に見える。そうだそうだ、今日のアンケートで名前決まるな。 I'm for with you lover。 まともな建築初めてやったんじゃないか。まあまあ完成してないよ。それでは皆さん、また次の動画、そして配信でお会いいたしましょう。Hold on.